送信と。こんにちは、マスオでーす。今回ですね、こちらの新居を防音室を作ろうっていう企画でございます。イエーイ。響くじゃないですか、ここも。もうすでに響いてるのがね、皆さんにお分かりいただけるんじゃないかなと。はい。で、よく思ってますね、人、防音室欲しいなって。なんかね、やっぱ放送してるとね。そうそうそう。でも防音室を借りようとすると高かったんですよ、調べたら。防音室付きのマンションみたいな。ということで、自分で作っちゃおうという企画でございます。イエーイ。な、一面だけを貼ってみたとかあるんですけど、全部貼ってみようっていう。どんな感じになるんでしょうね。はあ、はい、やっていきましょう。はい。あの、ちなみにマスオはちょっとサトチンさん家に突撃しようってことで来たものです。あ、はい、その動画もご覧ください。はい、あの、はい、ちょっとそれでお邪魔してます。はい、段ボールでございます。すごい、これ全部玄関にあったやつです。で、パソコンの机とかフローリング傷つけたくないじゃないですか。うんうんうん、そのためにこれを引こうかなと。あ、これそういうことのものなんだ。そうっす。タオルマット。はい、もっと大きいかなと思ったらちっちゃかったですね。結構ちっちゃいですね。なんか倍ぐらいあるサイズなのかなと思ったら。そうっす、これね、4倍あると思ってなったら、ちょっと失敗しましたね。失礼ましたね、これはね。まずこれを敷いていく。敷いていく。はい。これ剥がしちゃっていいんですか。いいです、いいです。でも滑り止めちゃんと効いてるのかな。あ、結構、いや、めっちゃ効いてますよ。めっちゃ効いてます。すごい。あ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。これフローリングめっちゃいい。じゃあ僕が剥がしていくんで、サトチンさんがどんどん敷き詰めるのはどうですか。了解です。はい、1手4列でしょうね、これ。あれ、今の広さだと。あれ、おかしいな。そうですね。カーペットをこの横のサイズで買えば、あれですね、もう何もいらなかったです、この作業で。確かに、うん、汚れたらそこだけ付け替えられるっていう利点はあるんですけど、はい、この作業を考えるならば、汚れたらそこを付け替えるっていうか、変えちゃえばいいですね。うん、でもね、多分ね、汚れたらその1枚だけ取っとくってことは、サトチンさんするのかどうかですよね。その付け替え料をちゃんと取っといておけるのかと。やっぱりどこから取っか、四隅から取って、そこにくっつけるでしょうね。そうですよ。え、どんどん減っていくんですよ。やった。おー、サトチンさん寝てくださいよ、ここで。どうすか。いいっすね、フローリングもいいけど、自分的にはこれ好きです。確かに。次はですね、こちら、うわ、両面テープだ。なんかすごい、なんかすごいんだな。すごっ。これ結構値段しますよね。そうですね。かっこいい、これ。じゃあ、かっこいいよ、これにつけて、ペタペタ貼っていけばいいですね。はい、はい。おー、きたー。喋ってみてください。あー、もしもーし。あ、もう全然響いてないです。嘘です。嘘ですよ。いや、でもリアルにちょっと響き感変わってる感じがしますよ。これですか。いや、本当にね。え、あんまりしない。やべやべやべ、これまずいかな。でもさっきのサトシンさん見てるとこれでも OK してるんですよ。あ、やりますか。こうとか言って、まだやりませんか。あ、全然いいじゃないですか。全然が報酬ですよ。あ、すごい響いてないですね。マソティピです。マソティピです。うっちさん、ベルトループ一本通ってないですよ。はい、ベルト一本通ってない。通ってない。大丈夫、誰に見せるもんでもないから。動画の向こうの数千人のみんな、こんにちは。ちょっと離れるともうサトチンさんの声聞こえなくなっちゃう。もしもーし。聞こえません。聞こえてますか。聞こえません。はい、というわけで完成しました。イエーイ。細かい修正はね、またこの後一人やるんで。はい、ありがとうございます。イエーイ。それでは今のこの響いてる感じからあっちに行きましょう。そうですね、この部屋はめっちゃ響いていますからね。うん、どんぐらい違うかな、動画で分かるのかなっていう。編集で楽しみですね。はい、じゃあどうぞ。マイル。どうぞ。
そうそうそう。はーい、こんにちは。あ、やっぱこんにちは。もしもし、はい、こんにちは、サオジンです。あ、若干、はい、マゾです。どうですか、若干。まあ、響き感は全部消えたとは言えない。うん、ただあっちの響き感とは明らかに違いますよ。今のこの響いてる感じからあっちに行きましょう。そうですね、この部屋はめっちゃ響いてますからね。うん、こっちとこっちですからね。あ、全然違う。全然違う。最初は向こうはこんな感じだったわけですよね。そうですよね、こっちですよ。あ、全然違うでしょ。どうですか。あ、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 マスオさんが輝きすぎてピンボケてます。あ、戻ってきました。戻ってきました。戻ってきた。よかったよかった。戻ってきた、戻ってきた。はい、全然違う。こっちに声出しちゃうとやっぱりあれですけ ど、 なるほど。こっちに声出すと、あ、あ、あ、全然違う。佐藤知里さん、はい、どうですか。ちょっと満足度は 80% ぐらいですかね。ああ、まだね、はい、例えばね、多分こういうところも全部やっちゃうと、はい、あ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 、多分下じゃないですか、響いてるのこれ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。素晴らしいと思いました。はい、どうですか、やりたくなりました。やっぱりね、あの YouTuber にとってはすごい理想なんで、響かない部屋っていうのもね、うん、いいなと思いました。流行るかもしれないですよ。うん、ぜひね、参考になった方は真似してみましょう。それではこの動画を楽しんでくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。以上、サオジンとマスオでした。バイ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 。マスオさんのお稲荷ください。お稲荷、お稲荷、お稲荷って言ってください。お稲荷、お稲荷。オッケーです。お稲荷、お稲荷。お稲荷、お稲荷。はい、マスオさんたちに、ね、手伝ってもらったんですけどもね、残り全部自分でやりました。いかがでしょうか。ちょっとやってみたかったんですよね。今後ね、使い込んでどうなのか。あとはね、これどう思いました。声響いてないですか。ここだとね、音が跳ね返ってこないと思うんですよ。この壁に向かって喋ると若干反響してませんか。なのでこっち逆サイドに来ました。あ、やっぱりこっちだと跳ね返ってないですね。反響、マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト。あ、いい感じっすね。で、カーテンの方、こんにちは、サオチンです。若干反響してますね。でも気にならない程度だと思うので、以上、作ってみた動画でした。